はい、皆さんこんにちは、しもりんです。はい、ということで本日デスターチャンピオンシップ会場でモノマネ芸人の皆さん3人、こちらにガチャ引いていただきたいなと。よろしくお願いします。今回来てるのがワールドスターセレクションということで、まあ、残念ながらね、はい、登場してる選手千賀投手と松井裕樹投手で、はい、残念ながら全然関係のない、はい、まあ感じなんですけれども、まあ、ここはやっぱりね、まあ、モノマネ芸人として、はい、まあ、やっぱメジャーの選手引くでしょ、絶対引いてやる、ね、100% ということで、まあ、一応ですね、30連目が S ランク確定1人で、ここがワールドスターじゃない確率あります、全然、うんうん、そして60連目でワールドスターの選手1人確定ということで、まあ、できればどっちかっていうと松井裕樹投手、そちらを引いていただきたいなということあるんですけれども、まあ、やっぱりここ、まあ、60連の中でしっかりとこの2人どっちもね当てていきたい、いただきたいなということで、はい、私はね10連1回も引きませんので、60連全部こちらのね、はい、山本由伸投手のモノマネ芸人、山本申しのです。そして前田健太投手のモノマネ芸人、前田健です、お願いします。そして大谷翔平選手のモノマネ芸人、大谷翔平です。はい、ということで、早速、引いていきたいと思います。ということで、はい、一応、10連目20連目が、はい、山本投手、先発行かせていただきます。そして20連目30連目が、前田投手、そして、50、60が、大谷投手、はい、こちら引いていただきたいなと思います。ということで早速10連目いきましょう。さあ行きましょう。ここを攻めるんですよね。そうです、行くぞ。ここは確定ではないです、ちなみに。はい、はい、イエッ、さあで、ここをタップしてもらって、今のところ確定ではなしで、10連目、20連目は全然S ランク確定とかじゃないんで、うんうん、ここ引けたらめっちゃ多いです。いや、もちろんです。おぉ、これほら、俺がやったら出るから、えぐい、えぐい、長押し、はい、えぐい、ここやばい、ここ全然確定、ね、これで、で、この後で、これ話してもらって、ちょっと、いや、この確定はいいです。確率 2.5% 2.5% なんて簡単に引けますから、えぐい、えぐい、まあ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 、ここでね、ワールドスター引けるのか、あっ、あ、違う、車選手、個人的には好きな選手やセーフで、ワールドスターじゃないんかよ、これ好みが出ちゃって、好みが、いや、これはでもワールドスター引かなね、そこはやっぱりこれで、いや、まあ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 、 S 引けたから、 S 引けたから、この流れで、ね、この流れで次20連目、うん、松井選手とね、千賀選手引きますよ。じゃあもう、それじゃあ行きます。10連目行ってもらって、次は絶対、これ来たら、これ来たら激アツ、激アツっす、タップで、ここ来たら激アツ、来い、ここ来たらマジ激アツ、まあまあまあ、うわ、演出はちょっと渋め、ま、演出は渋めで話して、いやー、まあまあまあ、もう一回来る可能性もある、あるけど、いやー、まあ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 、確定数なくても全然 S ランク出る可能性あるんで、中川圭介、おお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 お、いや、刻まった、刻まった、ヤクルト純正やってるんで、ヤクルトは、ね、あ、そうですね、純正なんか大事、うん、さすが、さすが、さあ、じゃあ続いて、前田健太投手に、引いてもらいたいなと思います。ここ S ランク選手1人確定なんですけども、ワールドスターの確率が 30% で千賀投手か松井投手が当たって、残りは通常の S ランクの可能性。なるほど、なるほど、まあ、ここで強運引いていただきたいな。健太さん行こう、行きましょう。僕この前自分の、ね、OB ガチャめちゃくちゃ外したんで、多分このために運を取っといたんです。なるほど、なるほど、なのでここでいきます。人のために運使っていくか。前田さんは最後、いいよ、まあどっちがなので、ね、10連目、最後の10連目のところで S ランクボーンって出るんで、そこ確定なんで、そこまでで S ランク出たら2枚引き、まあまあまあ、演出はね、まあまあ演出はまあ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 、まあ、まあ最後の演出が過ぎるとちょっとね、微妙があるんで、最後 あの10連目のところでワールドスター出てくれば、もうあとはもう、ね、だってあれでもいいんです。ここが勝ちたいの、どうぞ、2万円とか2万匹ワンチャンあります、全然ワンチャンあります、全然全然で、ラストここ、ここで 30% 引けるか、ここで 30% いけますよね、健太さんね、いきますよ、いきましょう、打率3割超えて、両端も控えてますから、いきましょう、いきますよ、次の来い、
たよ。さすがマイケン。このために撮っといたんだよ。さすがマイケン。さすがマイケン。ケンタさん。いや、すごすぎる。ちょっとこの流れで、まああと30連まで控えてるんで。まだ大谷選手も控えてるんで。そう。やっぱ、まあ、取っておくっていうのもまあ全然ありますね。これ最後一番面白いのは松井。あ、そうそう。だから松井裕樹選手は、取っとくスタイルで千賀さん今来ました。なるほど。千賀さんも A 狙いくらいで、ちょっと次は。すごいな、やっぱ。行きたいと思います。40連目行きます。ここ大事。A ランクも欲しいんで、A ランクの千賀投手、松井投手もね、いるだけいいんだよ、やっぱり。あ、そうです、原突を、突コーチをね、どれだけ削減できるか、それも大事なんで、まあ、ちょっと演出渋めっすね、演出は渋め、渋い。まあ、A ランク引くには、おー、うっ、うっ、うっ、えぐっ、おー、まあまあまあ、まあまあまあ、いや、ここえぐい、えぐい、これちょっと、これえぐい、これちょっとえぐい、どうだ、誰どうだ誰、あ、まあ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 、まあ、楽天の流れ、確かに楽天の流れだ、いったらクッション欲しい、いったいったいった、全然まあいい、まあまあまあ全然よこい、あ、まあ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 、でも千賀投手は千賀引いたら、千賀引いてるんで、千賀引いたら、あとはもうさあ、ナイス中渋谷、さあ最後に、最後にさあ、よっちゃん、はい、ということで続いて大谷投手に聞いていただきたいなと思います、はい、お願いします。最後ね、やっぱWBC と一緒ね、やっぱ最後抑えで、ここで最後バシッとね引いてもらって、こう締めていきましょう、まあ、そうですね、いきましょう、最後50連目です、そうです、いきます、はい、いけー、いよいよ、まあここ確定じゃないんで、まあまあまあ気楽で全然大丈夫です、大谷さん行こう、石田さん最高、翔平さん大事、いよいよいよ、まあ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 よ、まあ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 翔平さんだから絶対持ってるね、おっ赤い赤い、もう一丁、あ、まあ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 、ん、はい、ということで、じゃあラストですね、ここ、はい、松井投手引けるのか、まあ、最後、全部持っていくっていうのが大谷さんが、これ持ってますから、よっちゃんはここ引いていただきましょう、最後60連目いきます、ちょっと声裏返って、ちょっと声裏返って、声裏返って、ちょっといきます、はい、いよいよ、ここ松井裕樹投手か、千賀投手のどっちかなんで、2択なんで、まあでもね、大谷くんって松井裕樹として67割くらい切っとってます、ね、確かに、うん、最近もツルツルしましたからね、松井くん行こう、俺はもう行くでしょ、いいよいいよ、これはもういいね、OKOKOK、 いいよいいよ、2枚引きもありますよ、全然2枚引きの可能性もある、最後いけ、落ち込ませ、大丈夫、あ、まあ OKOK、 いいね、いやー、まあ、2枚引きではないかな、多分2枚引きではないっぽいですね、だから最後の60連のところで、おー、いいよ、いいよ、あるよ、全然全然全然、いいよ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 、最後なんで、大事なのは最後の10人目、おいよ、おー、これ千賀の S ランク流れとかじゃないですか、これは、あの僕のサンチャオさんで、ね、あ、なんかワンクッションしてるから、S は流れてる、ワンクッション、なんか、楽天、ここで、よし、じゃあ最後、ラスト、最後、よっちゃん。やっぱここね、モノマネ芸人の力見せていただきますよ、やっぱりモノのパワーを、翔平さんよろしくお願いします、お願いします、お願いします、松井裕樹よろしくお願い申し上げ、ありがとうございます。